先般山の日につきまして日付を特定をしたところでありますが、数々のご意見やまた大きな反響や あるいは提案もございました。こんなことを踏まえまして議論をして、今日が山の日についての日付の特定を気にしたいとこのように思っております。また今日は衆議院法制局の方から伊藤第一部長、津田主幹、また酒井さん等にもお邪魔しをいただきまして、山の日制定に向けた法制の立場からも今日は協議を出したいとこのように考えております。また各団体の皆さんにも総長からご出席いただきありがとうございました。秘書の皆さんもご苦労様でございます。マスカミの皆さんもご苦労様です。ありがとうございます。それでは早速始めたいと思います。